お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。岐阜競輪 G3 も決勝戦ということになっておりますので、決勝戦を楽しんでいきたいと思います。予想の方はメンバーシップで出しておりますので、予想が知りたいなと思われた方はメンバーシップ5登録をお待ちしております。その予想が当たっていなければ意味がない。どうにか知る方法があるのか、あるんです。チャンネル登録をしていただきまして、通知ボタンをオンにしてください。そうしますと私が毎日当たったのか外れたのかご報告させていただきます。さあ、それではね、決勝戦並びの確認。1番5番、1番の松浦に5番の朝家、2番3番、2番の深谷に3番の三谷、4番9番、4番の青野に9番の小原、6番8番、6番の村田に8番の笠松、7番の酒井が短期ということで細切れ戦となっております。まあ、ここのね、レースどう考えても6番の村田、鼻を切りたくて切りたくてしょうがないんじゃないかなと思いますし、4番のね、青野も、まあ、連日師匠をつけまして9番の小原ですよね、果敢に攻めているんですけれど、なんか師匠にね、おんぶに抱っこばっかりでね、勝ち上がってきたというイメージがあるんで、ここはね、しっかりと師匠を優勝さすための走りをしたいんじゃないかというふうに考えるわけですよね。師匠に優勝をプレゼントするためには、6番8番と叩き合うのか、そうじゃない。6番8番を出させて、その3番手をキープするんだというふうにね、まあ、考えていたりするのかなというふうに思っております。となると、6番の村田がすんなり逃げる、というね、展開が一番ね、理にかなっているのかなと。そうしまして、松浦なんですけれどね、番手を回れば無類の強さということがあるんですけれど、自分で動くとね、ちょっと辛いんじゃないかなということで、本戦の方には外しております。誰から狙っていくんだということなんですけれど、まあもちろんね、2番の深谷、動きの方もいいですしね、まあ、今季先行型のね、選手の中では頭一つ抜けている存在ということになっておりますので、2番の深谷から狙っていく。そして穴はどこかというと、やはりここですよね。6番の村田に乗ってね、8番の笠松、渾身の差し、地元優勝もしくは地元で2着3着割り込めるのかというね、まあ、ここがね、穴になってくるんじゃないかなと思いますんでね、8番の笠松を狙っていきたいと。ただ細切れ戦ですし、短期でもね、7番の酒井も怖いということがあるんですけれども、まあそこまで言ってるとね、話にならないということに、ね、なってきますし、9番の小原もね、どうにかして突っ込んでこようとはするだろうということになりますし、まあ1番の松浦と絡んだところが損するのかなということもね、あります。1番の松浦は自分で動くときは私は割り引いて考えているということで、SS の松浦とは思っておりません。ということは、2番の深谷、もしくは6番の村田に乗って、8番の笠松が涙の地元優勝あるかないのか、早速確認しに行きましょう。スタートです。1番佐賀山田洋平、2番福島小松崎太一、3番岡山柏野智則、4番大阪岡崎智也、5番神奈川佐々木龍、6番岩手照井拓成、7番熊本伊藤朝日、8番千葉野口博、9番岡山川端智之、7番伊藤朝日。1番山田とタッグを組みます。6番照井には2番小松崎が続いて北日本、岡山勢は9番川端に3番柏野智則、安関勢は8番野口、5番の佐々木龍がタッグを組みます。さて号砲が鳴って2番小松崎がまずは誘導員を追う形となりました。1番山田洋平が現在2番手で続きます。3番柏野智則、そして4番の岡崎智也、上昇していく6番照井拓成、そして9番の川端智之です。さらに号砲には7番の伊藤朝日、5番の佐々木龍、最後方8番野口博が続く体制です。さて6番の照井拓成が上昇して誘導員の後方に構えました。2番小松崎太一が続いて北日本勢がまずは前を固めていきます。7番の伊藤朝日が現在3番手、1番山田洋平が続いて九州勢が3番手4番手で結束です。中段5番手につけたのが9番川田智之となります。同県岡山3番柏野智則がマークを取っていきます。岡山勢です。8番野口博士は後方からの攻めとなって7番手、5番の佐々木龍が続いて難関コンビ、その難関勢の後方に短期となりました。4番岡崎智也が続く体制となります。さてラインは4つに分かれました。大中レースの特別優秀競争、6番テリーが前々からの時代戦となっていきそうです。
2日目は先行に切り、昨日は追い込んで2着となりました6番テレイダス。マークを取るのは2番の小松崎太一。初日は自力でまくり追い込んで1勝、そして2日目も1勝を飾って、今シリーズは2勝を飾っている2番小松崎、その後方に7番野口博士が続きます。連日積極的にかけている8番野口博士、そしてマークを取っていくのは8番の野口の後方には5番佐々木龍が続いて難関勢。さてゆっくりとその8番野口博士が後方から動いてきました。難関勢が前に出てきます。前で構える6番の照井拓成。さあ打賞の周回入っていきます。8番野口が前に出ました。難関勢がまずは先手を取るから6番照井が現在4番手、そしてその後方7番の伊藤朝日は6番手、9番川端後方の8番手で打賞を迎えました。さあ一本棒の体勢です。8番野口が主導権を取っていく。難関勢が前段、そして6番手ルイが中段の4番手、7番の伊藤朝日は後方6番手、後方8番手から9番の川端智之まくっていくが、先頭は依然として8番野口、広島手は5番の佐々木龍、難関コンビ、その後方に4番岡崎、短期で自力でまくっていく。第3コーナーの顔にがった。先頭は依然として8番野口、広島一気にまくった4番の岡崎智之が先頭にがった。そして現在2番手が5番の佐々木龍で直線コースに帰ってくる。4番の岡崎がここは押し切りました。ここは短期でのまくり、1着到達は4番岡崎智也、そして2着到達は5番佐々木龍、2番の小松崎が3着の入線でしょうか。ご覧の通りゴールの体勢は4番5番2番の体勢となっているようです。短期での戦いでした。4番岡崎智也、ご覧の通りゴールは4番5番2番の順で通過しているようです。1番大阪福永大地、2番福島佐藤和信、3番岐阜の湿地俊夫、4番徳島原田健太郎、5番福岡北鶴翼、6番新潟滝本幸政、7番岐阜川口幸太郎、8番青森佐藤和也、9番佐賀の山口敦也、九州は5番北鶴、9番の山口敦也がタッグを組んでいきます。さて号砲が鳴って1番福永大地が出ました。2番佐藤和信、その後方8番佐藤和也が続きます。4番原田健太郎、そして9番の山口敦也、3番湿地俊夫が続いて7番川口幸太郎、5番の北鶴翼、最後方6番の滝本幸政が続く体制です。ここで3番湿地、そして7番川口幸太郎と地元勢が上昇しました。1番福永大地の後方には地元勢が続いてラインを形成していきます。2番の佐藤和信が中段1、4番手、8番佐藤和也が続いて北日本コンビが中段に構えていくようです。4番の原田健太郎、短期戦の戦いとなりますが、まずは北日本勢の後方に回る形となりました。5番の北鶴が後方7番手、9番の山口敦也が続いて九州コンビ、そして短期となりました6番滝本幸政、まずはその九州勢の後方からレースを進めていくようです。これでラインは3対3対3、3つに分かれました第11レースの特別優秀競争です。1番福永大地、前々からのレースとなりました。初日はまくりで1勝、その1番福永大地の後方に地元コンビが続きます。3番湿地俊夫、そして7番川口幸太郎が続いて近畿中部勢が前段の布陣です。2番佐藤克信は中段に構えて4番手、初日はまくり追い込んでの3着、2番佐藤克信、中段からのここは自在戦となりそうです。初日連携した8番の佐藤和也、北日本コンビとなります。その北日本勢の後方には短期となりました4番原田健太郎が続いています。さて後方から5番北鶴が動いてきました。9番山口敦也を連れて九州勢が上昇してきます。2センターのカーブに勝って前に出てきた5番北鶴翼、1番福永大地が並走となって4コーナーから直線コース、レースは打賞の周回へ入っていきます。さて5番の北鶴が踏み込んでいきます。前に出ました5番の北鶴、九州勢がまず前に出る。1番の福永中段4番手、後方から上昇してきたのは北日本の2人、2番佐藤和信、そして8番佐藤和也、北日本勢が前に出ました。さあ打賞を迎えて後方から1番福永スパートしていきます。
さあ一気にスパートしました。1番の福永大地が主導権を取っていく。バンカー3番の七都署、そして7番川口豪太郎、地元勢が続くホームから一気にかましていったのは4番の原田健太郎、短期で一気にかました。先頭は4番原田、現在車間を切って2番手が1番福永大地、その後方には3番7番と地元勢が続いている。さあ後方から5番2つにまくってくるが、先頭は依然として4番原田健太郎、後続依然として離れている。4コーナーから直線コース、4番原田、ここはどうやら圧勝です。2着争い大混戦となりました。綺麗一気にかましていきました。4番の原田が後続をぶっちぎってのどうやら主張、そして2着争いどうでしょうか。外を伸びるのは5番北次、9番山口、さらには外を6番の滝本も突っ込んで、インコースには3番シッチもいますが、1着通過は4番、そして2着争い大外を伸びたのは6番滝本か。さてゴールは4番6番の体勢でしょうか。以上第11レースでした。1番広島松浦雄二、2番静岡深谷智博、3番奈良三谷翔太、4番神奈川青野正弘、5番徳島畠聡、6番富山村田祐樹、7番栃木の酒井陽、8番愛知笠松信之、9番神奈川小原大輝制していきます。そして富山の新鋭6番村田祐樹、記念初決勝戦ということになります。さて号砲が鳴って8番の笠松が前を取りに行きます。さらには9番小原大輝が出ていきました。その後方に1番松浦雄二が続きます。2番深谷智博、そして7番の酒井陽が続きます。4番青野正弘、そして3番三谷翔太、5番畠聡、最後方で6番の村田雄貴が続く体制です。9番小原大輝はまずは誘導員の後方につける形となりました。ここでゆっくりと上昇してきたのは4番青野正弘、神奈川コンビが前を固めていくようです。8番笠松信之現在3番手、1番松浦現在総後方につけています。ここで富山の新鋭6番の村田雄貴がゆっくりと上昇、3番手となります。8番笠松信之が続いて中部の2人が結束していきます。1番松浦雄二はその後方現在5番手に構えました。5番の畠聡が続いて中四国の2人が結束していきます。2番深谷智博は後方現在7番手です。3番三谷翔太がマークを取りました。その即席ラインの後方7番の酒井陽、短期での戦いとなりますが最後方で続く形となります。これでラインは4つに分かれました。第12レースの決勝戦です。さて4番青野正弘、前々からのレースとなっています。ここは9番小原大輝を連れて積極的に動いていくのか。神奈川コンビが前段です。指定コンビとなります。そして6番村田雄貴は3番手、連日果敢なレースを展開している121期の新鋭、富山の新鋭6番村田雄貴。さて後方から2番の深谷智博が動いてきました。昨日は先行押し切りました2番の深谷智博、現在3番手まで上昇する6番の村田と並走状態となって、4コーナーから直線コース、レースは打掌の周回へと入っていきます。前で構える4番青野正弘、後方を牽制している。さて2番の深谷智博現在3番手、1番松浦と並走となっています。2コーナーのカーブにかかりました。依然として神奈川コンビが前段、1番松浦が現在3番手、そして2番深谷は現在後方8番手となりました。6番の村田幸は現在中段5番手、その5番手から6番村田幸が踏み込んできた。第2センターから4コーナーのカーブ、さあ先行しているのはここは神奈川コンビか。ホームから6番村田幸へ一気にかました。さあ最終先行は6番村田幸へ、そして車間が開いている。現在2番手が4番青野正弘、3番手が9番小原大輝、1番松浦現在4番手あたり、2番深井が後方7番手からバクってくるが、先頭は依然として6番の村田幸、後続を離している。1番の松浦2番手まで迫る、さらには2番深井も迫っていた。直線コース6番村田が押し切ったが1番突っ込んだ。大きく車間が開きましたが SS3 の2人がまくり追い込んできます。さてスロー VTR 粘る6番の村田、そして追い込む1番松浦、さらには2番の深谷、3番車も突っ込んできますが、1着到達1番松浦雄二、そして2着争いどうでしょう。外から2番の深谷が突っ込んで、インコース粘る6番の村田、さらには外を3番三谷も突っ込んで、2着争いは接戦とお伝えしておきます。
さあ、それでは決勝戦振り返りをいきましょう。4番9番が前受け、6番8番が前中段。さあ、この2人ね、どちらかが先行するんじゃないかなと思ってる選手たちが前にいてますね。その後ろは松浦が陣取ってるということで、6番8番が先行すると見てこの後ろにいてるのか、それともたまたまなのか。さあ、深谷後方から発進ということでね、短期の7番の酒井もここについていっていると。ただね、前までね、こう行くのかなと思ってるんですけれど、6番村田のところで蓋をするんですよね。4番の青野はここで突っ張る気満々ということになりますんで、深谷はちょっとここがね、中途半端。まあ位置取りのうまさはやはり松浦かというところですね。ただ深谷がね、外並走を嫌って最後まで下げ切ってくれたんでね、6番の村田がワンチャンスいけるところがね、出てきました。6番のダッシュに8番笠松、ちぎれるな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 と思ってたんですけれど、ちぎれていったということで、まあ、近いよということですね。あとは深谷のまくりが決まるのか、けれど、6番の村田、ぶっちぎりだということでね、1番の松浦が自力に行きます。それをね、2番の深谷が追いかける展開。さあ、ここ差が続くのか、どうせだったら6番逃げ切れと思って、たんですけれど、松浦がしっかりかわしてくると。いや、手に汗握る一戦なんですけれどもね、なんで深谷から勝ってて松浦つけていないんだということでね、ここを外したのがね、ボンミスかなと思います。終わってみれば SS2 人 1,2,6 で入っているということになりますんでね、何も考えずにね、SS2 人折り返して、あとは3着総流しで取れていたんじゃないかと、終わってみればいくらでもつぶやけますよね。ただね、6番の村田、今まではね、先行力がすごくね、クローズドアップされてたんですけれど、まくりだったらね、十分 S 級上位でも通じるというのを今回ね、証明したんじゃないのかなというふうにね、考えております。まくりといってもね、ホームからの発進ということになりますからね、一周の逃げだったらね、なかなかね、ついていく選手も、よほどね、自力のあるしっかりと差し選手じゃないとついていけないのかなと、山口健也あたりだったら面白かったのかななんていうふうにね、思ったりもします。今日は6レースから12レースを予想しておりまして、結構荒れておりますよねということで、的中したのは10レース、二社単12,950円、ここが際立っている。あとはね、8レースも同着になっちゃったんでね、ちょっと本戦集めとね、抑え両方は的中してるんですけれど、配当の方がね、分散してしまったということになります。ですけれどもね、まあ二社単満車券取れてますし、12レースはね、ちょっとどう考えてもね、ボンミスだったのかなということがありますのでね、ここは気を引き締めて、松浦の評価もね、これで、もう少しね、変えていってもいいのかなと、自力でもね、松浦いけるんじゃないかというふうに思いますんで、混戦の時はね、松浦を狙っていった方が位置取りがうまいかなと。7番のね、酒井はちょっとね、物足らなかったというようなね、状態でしたね。最後までご視聴ありがとうございました。また次のレースでお会いしましょう。お待ちしております。